のします、はい、今日はねえねえねえどこ持ってんですか。ここなんでそこ持ってんの。あまだ軽いからいいけどね。はい、連休用にねたくさん動画撮らなきゃいけないから今日帰ってから撮影があるので簡単なものにしたいと思います。よし、じゃあどうしようかな。焼きそばにしようかな。土曜日ってご飯ないし、土曜日はお昼ね、お家で食べるの。よし、焼きそば買おう。焼きそば、うん。なんだけど1個しかね買わないの。なぜかというと志保ちゃんが炭水化物と食べたがらないのでちょっとねカロリー食べたがないよ。カロリーゼロ麺を加えたいと思います。ここでねカロリーゼロ麺買ったことなくて、あるかな。そう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 、それ。さつま揚げが美味しそうなの。マジコロッケに見える。牛乳も買います。牛乳、牛乳がなくなっちゃったので。牛乳どこだっけな、こっちあった。誰これにする。爽やか、そう、ところ行きましょう。あちらね。お肉は、お肉、あ、お肉も買わなきゃ。焼肉しよう。お肉、え、焼肉はしません。焼肉はしません。ささみ食べたい。え、ささみ食べたい。なんで、なんでささみ食べたいの。ささみ食べたいの。こっちこっち、ささみなの。リミもダイエッターだった。はい、じゃあ野菜です。大根か。野菜はね、ちょっとね、これ、大根からだわ。あ、焼きそばにも使える。これでもう今日はこれを買ってしまいます。大根サラダは。大根サラダ食べんの。え、大根サラダ食べたいの。野菜はいっぱい、野菜マシマシにして食べます。野菜マシマシです。じゃあ、あとね、スープに入れるキャベツを買います。キャベツ、うん、昨日のスープの残りにキャベツを足して食べます。これだね、もう半分でいいや。はい、買います。料理してくれんの、今日。ありがとう。補充だよ。うん、ほんと、うん、鬼滅ガムだね。あ、ママそうだ、ガム買いたいんだ。鬼滅、鬼滅、鬼滅買っていこうかな、記念に。どれがいいかな。これがいい。これ、じゃあリミちゃんのこれがいいって。これもかっこよくない。それ善逸とねずこ。これ、ん、善逸とねずこ。これ違うよ、炭治郎とねずこ。これがいい。じゃあリミちゃんおすすめのこれにします。かわいい。ここ、ここ、は
ないじゃね。リミちゃん最近おやつにキュウリを食べてますよね。なのでキュウリも買います。キュウリ買いましょう。除菌しましょう。出てよね。広げてちゃんと出てね。足痛い。足痛い。今日何、朝駆け回ったの？走り回った。今日ね、遊んだもんの公園でね、友達とね。よく拭くのね。はい、ということでね、今日はもう手抜き簡単ご飯でございます。簡単ご飯、でもめちゃくちゃ美味しそう。リミちゃんと材料買いに行って、ね、リミレタスを切った。レタスじゃない、キャベツ。キャベツはこのスープの中に入っています。リミが切ったスープ、はい、あ、スープじゃない。スープ切る。もうボロボロ、もう忙しくてちょっとね、今日は、うん、知ってるかな、リンちゃん。早く食べたい。はい、じゃあ食べます。ちょっと今日緑がなかったね。いただきます。はい、確かに。いただきます。半分はしほちゃんが喜ぶと思って。糖質ゼロ麺です。サンタのサンタね。うまっ、うん、めちゃくちゃ美味しいです。やばいです。これならね、カロリーとか、カロリーっていうか、うん、少し低めなのでね。うん、はい、じゃあね、食べたいと思います。はい、おいしいよ。うん、味変わんないよね。変わんない、普通の麺とね。